南九州地域最大の都市鹿児島市で早速コレうまグルメを探します。何これ、八楽まんじゅう。あ、おやきですね。すいません、八楽まんじゅうって鹿児島の名物なんですか？名物みたいな感じ。名物みたいな感じ。宝楽まんじゅうは生地に蜂蜜を練り込んだ南九州のソウルフード。朝からたくさんの地元の方が買いに来るんです。白と小豆と、どっちが人気なんですか？好きなのは小豆なんですけど。はい、ということでいただきます。うん、お、中もちもちです。小豆も本当に素材のうまさが生きてて、蜂蜜の自然ないい香りの甘さがします。まあ、すごい次々と集まってくる。そりゃ朝からこれだけ作らないといけないわけですね。コレうまグルメどんどん探します。ラーメンとかなっちゃいますもんね。あ、ラーメン、どこのお店が？トントロとか。トントロなんてとこですか？もう名前がトントロラーメン。あ、名前がそのままトントロラーメン、はいはい。実は鹿児島市は全国の市区町村で3番目にラーメン店が多いラーメン激戦区。中でも皆さんのおすすめが、トントロラーメンさんとか。豚がメインなんですけど。豚がメインの部位が結構希少な部位使ってるらしくて、うん、それを本当に名前の通りしっかり煮込んで、チャーシューめちゃめちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しいですか？めちゃくちゃ美味しいです。黒豚のトロチャーシューが人気なんだそう。お店があるのは駅近くの繁華街。あ、ここだ。あ、ありました、鹿児島ラーメントントロ。今ちょっと支度中ですね。もうそろそろ開店かな。お店の方がいらっしゃったので取材交渉してみます。すいません、お忙しいところ。旅サラダ、旅サラダや。わー、嬉しい。今からもし可能だって。わかりました。 OK ですか？ありがとうございます。 OK、 いただきました。ラーメン激戦区に20年前にオープン。地元の方と観光客から一番人気のメニューが、うわー、ありがとうございます。いい香り。チャーシュー立派ですね。これは手作り？そうです。豚骨、鶏ガラ、そして魚介類などから出汁を取り、九州の甘めの醤油を加えたスープに、麺の上には黒豚の豚トロ、秘伝のタレで16時間も煮込んでいるんです。まずはスープから。いただきます。うわー、澄み切ってるのにものすごく濃厚でコクがあります。自家製の中太麺の後はお待ちかねのトントロもいただきます。見てこのチャーシュー、いきます。食べた瞬間に柔らかくても繊維がブワーってなるし、脂も本当に美味しいし、カゴも、鹿児島の形を表現したかったんですけど、美味しいですね、本当に。コレうまグルメまだまだ探します。え、嘘でしょ。どうしたの？どうしたの？鹿児島にやってきました。マジっすか？はるかさん、はるかさん、はるかさん、中にいらっしゃる？ちょっと一階に降りてきて。あ、つながって。うん、一階に。ごめんなさい。旅サラダファンという男性、同じ職場で美味しいお店を知っている方を呼んでくださいました。すいません、ちょっとお食事のほら、旅サラダという番組で美味しいものを探してるんですけど、たくあんとか、そこに、たくあん、近くにあります。定食屋さんです。何のメニューが人気なんですか？チキン南蛮がおそらく人気メニューだと思うんですけど。チキン南蛮、はい、美味しいです。皆さん週に一度は足を運ぶという人気の定食屋さん。お店があるのはすぐ近く。鹿児島の方みんな優しいですね。ありました。
定食の店たくあん、うわいい感じ。営業中ですね、ちょっと行ってきます。すいません、急に、はい、旅サラダという番組で。旅サラダっていうの、取材の方が今ここに来てらっしゃるんですけど。お店がプチパニックですが、交渉の結果は大丈夫ですけれども、 ありがとうございます、はい、OK、 いただきました。早い、安い、うまいがモットーの定食屋さん、4割以上のお客さんが頼むのは好きなまんです。うわ、お母さん、ちょっとボリューム大丈夫ですよ胸肉を天ぷら粉で揚げたチキン南蛮、自家製タルタルソースがたっぷりかかってます。うん、うお、鶏も。ありがとうございます。お肉がジューシーだし、ふわふわで柔らかいし、でタルタルソース、またこれもいいアクセントですね。え、タルタルはどうやって作ってらっしゃるんですか？秘密です。たくあんさんでお仕事したら教えてくださる。そうですね。さらに鹿児島らしいコレうまグルメがないか聞き込みを続けます。肉とパンっていうお店がありまして、ハンバーガー。あ、ハンバーガー、はい、肉の方があの鹿児島県なので、やっぱり黒毛和牛を、うん、まあ売りにしてて、はい、並んでるんですよね。え、そうなんですか。それがわーすげーなーっていつも外から見てる鹿児島大学に通う学生さん、学生からすれば少し高価、テストでいい点を取った時などに食べるそうですよ。特に女性人気の高いお店だそうですが、あ、ありました、ここだ。肉とパン、おしゃれ、持ち帰りのお店ですね。あ、こんにちは、旅サラダという番組で今日鹿児島で美味しいものを探していまして、取材交渉の結果、肉とパン OK でした。肉とパン OK でした精肉店を経営するオーナーが2021年にオープン、たくさんの方に黒毛和牛を食べてほしいと作ったハンバーガー、一番人気は黒いハンバーガーだそうですが、うわ、ほんまに真っ黒少し甘みのある炭入りのバンズで挟むのはトマトケチャップとチーズを絡めたパティ、もちろん黒毛和牛 100% です。うまこー。それ福岡ですそうか、福岡か。バンズもものすごくふわふわで柔らかくて、パテの部分もジューシーだしふわふわだし、黒毛和牛の香りとお肉感、お肉屋さんが作ったバンズパティって感じがします。お肉マジで美味しいですね。今回見つけたコレうま商品4つの中からプレゼントに選んだのは黒毛和牛のハンバーガーです。